鹿児島産のごぼうを使ったこのドレッシング。開発にあたって企業の新聞や進出事業で産業支援センターのサポートを受けました。支援をいただいたからこそ取り組めたことだったり、積極的に挑戦することができました。新しい事業や販路拡大に向けた中小企業の活動をサポートする鹿児島産業支援センターの取り組みについてお伝えします。こちらが薬膳小町が産業支援センターの支援を受けて開発したお茶、薬膳茶、はいはい、エナジーと新商品なんですね、はい、どんなものが入っているんでしょうか。はい、これ黒ニンニクになるんですけども、はい、これの、うん、この表の皮ですね、はい、この皮を使ったのと、はい、あとはみかんの皮ですね。 あとは霧島さんの紅風紀の紅茶、はい、これを使用しております。国際薬膳師の資格を生かして開発したエナジーは自ら調合に当たりました。薬膳学というものを取り入れて、まあ、ブレンドにしろ使う素材にしろですね、そこを組み立てて、まあ、本当に体にいい商品を作ろうというところで一番人気のある商品になってます。お店は一昨年オープン。薬膳茶を中心に販売、料理に使うスパイスなども扱っています。スパイスは全部この中に入ってるんですね。そうですね。へー、本格的なスパイスカレーが。そうですね。これも簡単に、はい、このキットを使えばできちゃうわけですね。はい、ご自宅で。畑ですよね、はい、ここはメインの黒ニンニクは12、3年前から自社の農園で生産。そうです、はい、そうです。今鹿児島県の K ギャップ認証、うん、栽培期間中の農薬不使用基準っていうところで育ててます。霧島のこの土壌っていうのはどうなんですか。寒暖の差がやっぱりないとニンニクは大きくならない植物なので、霧島のこの気候っていうのは適任なんじゃないかなと思います。お店では試飲でおすすめ。エナジーは飲みやすさも追求しました。綺麗な飴色です。香りほど味に癖はないですね。とってもすっきりとした味わいでした。飲むと元気が湧いてきそうです。長峰さん、産業支援センターへの相談でネットワークも広がりました。素材の生産者さんとかとまたつなげていただいたりとか、すごく良かったところですね、はい、今度はまあ県外とかできればまた国外とか、そういったところに販路展開していけたらいいなとは思ってます。パティシエの高谷さん、ケーキ専門のお店を2013年に創業。糖分を抑えたスイーツを研究開発。店内に並ぶのはすべて低糖質スイーツ。低糖質なのにクリームはしっかり甘くて、そしてスポンジもふわふわ、そしてしっとりです。甘味料と言われるもので、うちではステビアだったり、あとはそういったウリとかハーブとか、そういった自然のものを使うんですけれども、そういったもので甘さを出してます。高谷さんは3年ほど前から県よろず支援拠点のサポートを受けています。実際初めて行って本当に無料とは思えないぐらいの支援をしてくださるので、はいはい、でそれでずっと利用するようになりましたね。県よろず支援拠点は中小企業や個人事業者などの売上の拡大、経営改善に向けた相談に応じています。第三者から見たときに、その会社の強みって何だろう、その会社がもっと生かされるものって何だろうっていうようなアイデアを、僕たちが気づきを与えてやるのが、私どもは得意なのかなと。事業者さんのもう目線になって
一緒になってこう考えていってあげるっていうところだと思うんですね。よろず支援拠点では専門のコーディネーターが19人、専門性を生かして事業者の課題に向き合います。パティシエの高谷さんの店には3人がチームを組みました。すごく楽しみ。広報活動のサポートやどのようにしてお客さんを呼び込むことができるか戦略を練って一緒に考えて伴走型の支援の方を行ってまいりました。高谷さんは自身も病気で糖分を取れない体、低糖質スイーツはお客さんの要望から生まれました。低糖質が特別である場所に行かないと買えないじゃなくて、近くのお店で食べたいと思った時に低糖質が食べれるっていう風なところまで低糖質が広まっていけばいいなと思います。マザルバカフェでは新事業として自社でドレッシングの開発・製造・販売に乗り出しました。産業支援センターの支援事業を活用。ご支援受ける前からカフェでは鹿児島の食材をふんだんに使ったメニューを出していましたが、より鹿児島の食材や食にを多くの方に知っていただきたいと、また新たな分野へ挑戦したいと支援を受けることになりました。活用した中小製造業者創業新分野進出等支援事業は、経営計画に基づく施策・研究開発・販路開拓・設備投資・人材育成などを支援します。支援をいただいたからこそ取り組めたことだったり、積極的に挑戦することができました。支援を受けて4年、健康やオリジナリティを製品のコンセプトにアイデアを凝らした新商品を次々と開発してきました。お塩だったり油だったりも鹿児島県産のもので作っています。鹿児島は食材にあふれてる場所ですので、自分たちが最初持っていたものよりも、いろんなものが作れるんだなということに気づきました。ごぼうドレッシングを野菜サラダに、開発した調味料コチュジャンを使った人気のバーガーセット。シャキシャキお野菜との相性もぴったりです。何よりノンオイルっていうのが体に優しくていいですよね。ヤンニョムチキンバーガー、見た目にも美味しいですよ。チキンがとっても柔らかいですね。そしてこのごま油香るナムルが美味しいんですけれども、それと相性ぴったりなこのモゼモゼコチュジャンもうま辛でとっても美味しいです。マザルバではこれからオリジナル商品を増やしてマザルバフーズの確立を目指します。ウィッシュシステムコンサルティングは企業や自治体、金融関係などのシステム設計・開発を受注。オリジナル製品も開発しています。今までバーコードで一つずつ読み取って棚卸しとかしてたやつが、これだと例えば10個とか100個とかあったら瞬時に読み取れて、棚卸しとかが作業の時間の短縮とかですね、効率化が図れるものです。なるほど、この番号じゃなくてこの中身を内蔵されているものを読み取ってるんですね。今 IT 業界では人材不足の中でニアショアという開発手法が注目されています。今までオフショア開発というのがありまして、日本のシステムの開発を海外に投げるという仕組みだったんですけども、それじゃなくてニアショアというのは都市圏の仕事を地方に流す、都市圏からの受注拡大に向けた人材確保のために利用したのがプロフェッショナル人材戦略拠点事業。新たな分野へのチャレンジを担える人材と企業とのマッチングをサポートします。
意欲的な経営に取り組む中で悩みを抱えておられる経営者の方に寄り添って面談することを基本としております。また地元金融機関と緊密に連携して経営課題や求める人材像の明確化のお手伝いに努めております。拠点は2016年に開設、5年間で制約したのは231件、実績を上げています。関東の方で、転職活動していたときに、地元の、鹿児島の方で、働きたい、プロの人材の、方の、紹介で自分のスキルを活かせそうな、仕事ができるかなと。いろいろな会社で経験してた、知識であったりいろんなスキルを、今活かせる形でいろいろと支援をしていただきながらフォローしてもらって、いいところに入れたなと思って取り組んでいるような状況にはなります。ウィッシュでは2年間で30人を採用、そのうち11人がプロ人材戦略拠点の事業の活用でした。利用されてみていかがですか。プロ人材戦略拠点の方がいろいろまとめられて、提示されているので取り込みやすくて非常にいい仕組みだと思います。鹿児島産業支援センターは県内中小企業の総合的な支援機関、中小企業の皆様方のご相談に応じる専門スタッフ約40名を配置をいたしております。そして各種ニーズ、各種相談に迅速的確に対応する体制を整えているところでございます。ここからは県民の皆様へ知事からのメッセージです。こまめに手洗いや消毒をしましょう。3密や大声を避けてください。春は卒業や入学、就職や転居などで移動が増えます。移動に際してはしっかり体調管理をしましょう。飲食の場でも会話をするときはマスクを着用しましょう。お店の感染防止対策の取り組みに協力しましょう。皆様のご理解、ご協力をお願いします。